どうも大之助です。今回は僕の好きな小説君の膵臓を食べたいのあらすじと見どころについて紹介していきたいなというふうに思います。いやー、君膵っていうふうに略すらしくて、アニメ映画とか実写映画とかも全部すごいいいっていうふうに評価を聞いてるわけなんですけど、俺全然読んでなかったんですよね、お話をね。で、映画を見てないんですよね。ただ友達がこの作品すごいいいよっていうふうにお勧めしてくれて読んだんですけど、めっちゃ良かったっす。いやー、もうギャンギャン泣きましたなので皆さんにもめちゃくちゃおすすめなので、ちょっと今回ね、あらすじと見どころ紹介していきたいんですけど、もうタイトルがすごいじゃないですか。膵臓を食べたい、その、ね、焼肉を食べたいならわかるけどさ、そのなんか人を食べたい、しかも臓器って、しかも膵臓ってどこって。そう、進撃の巨人でさ、心臓を捧げようって言うけど膵臓を捧げようとは言わないじゃないですか。いや、もうどこを押さえたらいいのかわかんないみたいな拳をね膵臓はちょっと調べたんですけど、胃袋の後ろ側にあるなんかしぼみかけの風船みたいな形をしていて、胃袋よりも全然小さくて、で、糖分の代謝、血糖値の上昇を抑えるみたいな、そういうような役割をしている重要な臓器なわけなんですよね。けど、どういう思考を変えて、あなたの膵臓を食べたいって言うんですかって話なんですけど、どんなプロポーズみたいな、プロポーズと言っていいのかみたいな話なんですけど、まあ、高校2年生の主人公の男の子と、そしてヒロインのさくらちゃんっていう女の子との織りなす一夏の思い出の話なんですけどね。まず物語は、その男の子とさくらちゃんが図書委員で雑談をしているところから始まるわけなんですよね。ねえねえ、君の膵臓を食べたいんだけど。怖って感じなんですけど、女の子さくらちゃんが明るく言うわけなんですよね。で、そのさくらちゃんはクラスで人気者で明るくて友達も多いタイプなんですけど、一方で男の子は友達が一切いなくて無口で、けどそれを意に介さず、その小説が大好きな、そんな寡黙な少年なわけなんですよね。なんでその二人が一緒に図書委員を、というかその女の子は、さくらちゃんは男の子に興味を持ってるのって話なんですけど、そしてあの女の子は、君の膵臓を食べたいんだけど、急にカニバリズムに目覚めたのかい。男の子は返すわけなんですよね。というのも、女の子は、さくらちゃんは膵臓の病で余命があと1年しかないわけなんですよ。そして男の子、主人公はそれを知っているわけなんですよね。いやさ、とある部族の風習で、人の臓器を食べることによって自分のその臓器の悪い部分を治すことができるみたいな風習もあるんだよ。例えば俺たちが心臓悪いとして、で、死んでしまった方の健康な心臓を食べることによって心臓の病が治るみたいなね、とか、日本でも人柱を、なんか山の神の怒りを鎮めるために、その川に人を生贄に捧げるみたいな、そういうような全く根拠のないような風習とかもあったじゃないですか。だったりとか、食人部族って確かパプアニューギニアとかに今もいるんですけど、フィゴ族だったかな、死んだ方々のそのお肉を体内に消化することによって、あなたは死んでもあなたの血肉は私の中で生き続けるよって、死んだ人の魂を受け継がれるよみたいな、そういうような素敵な風習、素敵な、なんだろうね、由来もあって、カニバリズムを、食人文化をやってる部族も実際にいるわけなんですけど、まあそういう意味で、私は健康な人の膵臓を食べたら長生きできるから、君の膵臓を食べようかなっていうふうに思っただけっていうわけなんですよね。どんな会話やねんって話なんですけど。そして時はもうちょっと遡って、高校2年生の4月の後半22日ぐらいですね。男の子とそのさくらちゃんが出会う、まあ、明確に仲良くなるというか、出会うきっかけのところから話が戻るわけなんですよね。というのも、主人公の男の子は盲腸の抜歯に行くわけなんですよ。そこで文庫本が落ちてるのを気づくわけなんですよね。誰か本落としてる、持ち主の名前とか書いてないかな、開くんですよ。だったら人の手書きの字で狂病文庫って書いてあるんですよ。病気と共にある文庫って書いてあるんですよね。これ誰かの闘病日誌だ。パラッとめくるわけなんですよね。私は膵臓の病みたいだ。どうやら余命があと数年もないみたい。闘病って言葉好きじゃない、病気と戦うなんて。そうじゃなくて、もう病気は治らないみたいだから、病気と共に過ごす、そういう意味で狂病文庫を今日から書こうと思う、そういうような手記を見つけるわけなんですよね。で、その名前、その著者の名前が山内さくらって書いてて、この名前クラスの女の子の名前だ。男の子はそう思うわけなんですよね。だったら、あ、ごめん、それ私の、上から声がするわけなんですよ。顔を上げたら、そのさくらちゃんがいるわけなんですよね。で、男の子は驚くわけなんですよ。そのクラスの明るい人気者の女の子が重大な秘密を抱えていた、自分が
重大な病を抱えていた。そんなの人にバレたら、さくらちゃん、俺たちがさくらちゃんの立場だったらめちゃくちゃ動揺するじゃないですか。けどさくらちゃんはあっけらかんとした様子で、ごめんそれ私のなんだって言うわけなんですよ。返すよ、ごめん。いやいや、拾ってくれてありがとう。ねえ、中身見た？うん、見ちゃった。私さ、お願いなんだけど、クラスメイトたちには内緒にしてもらえない？みんなとは普通の日常を過ごして、そしてこの世を去りたいんだ。その私が丁寧に御所を大事に扱われるのって特別扱いされるの嫌だからさ、だから内緒にしてくれて嬉しい。分かった、約束する。ね、君なんかすごいね、クラスメイトが死ぬって分かって、なんか平坦な反応だね。いやだって僕と君話したこともないし、にもかかわらず僕が悲しんだりしたらそれこそ薄っぺらいと思わない？君面白いね。そういう風にさくらちゃんに興味を持たれるわけなんですよね。でさくらちゃんがその男の子が入っている図書院に立候補するわけなんですよ。私もやるって。それでさっきお話したようにね、君の膵臓を食べたいんだけどみたいな風にコミュニケーションを取るわけなんですよね。そしてある日、ねえねえ図書院のことでちょっとお話があるんだけど、土曜日の11時に駅前に来てくれない？急に呼び出されるわけなんですよね。それ今話さなきゃ、今話しちゃダメなの？ダメ、待ってるからねみたいな風に言われるわけなんですよね。そして当日行くわけなんですけど、だったら私の行きたいとこここです。焼肉に、しかも結構グレードの高い焼肉に連れて行かれるわけなんですよね。僕そんなお金持ってないよ。いいのいいの、私が出すから。それこそ問題ありだよ。いいの、君そんな裕福なの？いや一般家庭だけど。じゃあお金は？私がバイトして貯めたお金が結構あるの。だったらなおさら自分のために使わなきゃ。そう、男の子の言うこと、もうまさしくその通りなんですよね。だってさ、俺たちがもし仮にさくらちゃんの立場だったとして、こんな行動します？その自分の嫁行くばっかの状況で、自分の頑張って貯めたバイトをそのほぼ初対面のさ、ネクラな男の子に接近するために図書院になって、しかも焼肉おごる？なんか俺ここまでで全然さくらちゃんの気持ちに共感できなかったんですよね。よっぽど主人公の男の子がイケメンなんだろうなっていうふうに思ったんですけど、そんな話はともかく、焼肉で女の子がいっぱい注文するわけなんですよ。で主人公の男の子も結構食うわけなんですけど、育ち盛りだからね。ただ桜ちゃんの方がもっともりもり食うわけなんですよ。ねえねえ君はさ、ホルモン食べないの？ホルモン苦手なんだ。食べれる人たちの気が知れないよ。こんなに美味しいのに。食べるわけなんですよね。焼肉代いつか返すから。いやいやいや、返さなくていいって。私が私の好きなように使うだけだから。で君の膵臓を食べたいのをすごい興味深い点は、主人公の男の子の名前が全然出てこないんですよね。格好書きでクラスメイトくん、クラスメイトくんっていう風に書いてあって、で関係が仲良くなるにつれて、ねえ仲良しくんとか、はてなはてなくんとかで、最後の最後に主人公の男の子の名前が明かされるわけなんですけど、その後さくらちゃんはこの後ホームセンターに行きたいんだ。男の子は浮き舟なわけなんですよね。草舟なわけなんですよ。周りに流されて生きていく。わざわざ否定したりとか逆らったりとかする労力はめんどくさい。そうやって生きてきた。だからこの子が気が済むまで付き合おう。ホームセンターに行くわけなんですよ。何が欲しいの？自殺用のロープ。は？けど君もうすぐ死ぬんでしょ？うん、けどこの自殺用のロープを買って、それで周りの人たちを驚かせようっていうふうに思うの。すごい悪趣味ないたずらだね。でしょ？店員さん、すいません、自殺に適したロープってありません？店員さん驚くわけなんです。自殺？すいません、この子頭がおかしいんです。男の子がさ、結構面白いんですよね。俺最初はなんだろうね、この男の子もなんか暗くてさ、そのさくらちゃんが
どこに惹かれたのっていうふうに思うんですけど、それがね徐々に明らかになってくるんですよね。で、自殺用のロープを買ってバッグの中に入れて、もうその遠心あのブンブン踏ん回して遠心力で吹っ飛んでいくんじゃないかっていうぐらいルンルンなわけなんですよね。で、その後ちょっとカフェに行こうよ、スタバみたいなところに行って二人でお茶をするわけなんですよね。で、雑談をするわけなんですけど、その女の子がまあ8割話すわけなんですけどね。この子はすごいな、ずっと笑顔だ、偽物の笑顔じゃなくずっと明るい、それは友達も多いだろうな。ねえねえ、君のことも知りたいな、さくらちゃんが言うわけなんですよ。君はどういう子供だったの？僕は自分の話あんましたくないな。え、なんで？だって誰も僕に興味を持たないって分かっているから。うわーねくらー卑屈ってもうここまで読んでて、いやもうなおさらさくらちゃんはさ、なんでもう言い方悪いけど、なんでこいつにそんな興味持つのって少なくともさくらちゃんはその休日に会おうっていう風に声をかけている時点で、さくらちゃんはこの少年のことを興味持ってるわけじゃないですか。にもかかわらず、どうせ誰も僕に興味を持たないからみたいな風に言って会話を途切れさせようとするなんて、あって思ったけど、よくよく考えたら、あ、俺も似たようなとこあるわっていう風に少年に対して思ったんですよね。だって僕たちはなんだろうね、いや自分はもう年だからとか、いや自分才能ないからとかいう風に自分に保険かけること、周りに言うことあるじゃないですか。そう、なんだろうね、自分はコミュニケーション下手だから、口下手だからとか、そのなんだろう、自分から意を決して相手に歩み寄って、いや自分はあなたとあんまり仲良くなりたくないですっていう風に断られた時のダメージって計り知れないじゃないですか。そうならないように、自分は面白くない人間です、あのつまらない人間です、だからあなたたちと関わろうとしてもどうせうまくいかないから、だからあえてあなたたちには近寄りませんよっていう風にわざと自分を守るための予防線を少年は張ってるわけなんですよね。だから誰よりも繊細な心を持っているわけなんですよ。そう考えたら、あ、なんかこの男の子かわいいなっていう風に読んでて思ったんですけど、そしてさくらちゃんは怒るわけなんですよね。頬を膨らませて、ねえ私怒ってるんだけど。え、なんで？少なくとも私は君に興味を持ってるよ、君のことを知りたいっていう風に言ったんだ、心の底から。その気持ちを無限にするんだね。ごめん、少年は謝るわけなんですよ。うん、いいよ、ゆっくり教えて。さあもういい時間になったから帰ろっか、夕方くらいになるわけなんですよね。そして二人はそれぞれ帰るわけなんですけど、男の子は一日を振り返って楽しかったなって思うわけなんですよ。今までろくに友達もできたことなくて、女の子に振り回されっぱなしだったけど、それでも充実した一日だったなって。家に帰って携帯を開くわけなんですよ。だったらまた明日って来てるわけなんですよね。男の子もまた明日、そうやって返事をして、こういう日々もありかもしれないな、そういうふうに思いながらまた小説を読むわけなんですよ。そしてまた数日経ってから、テスト期間が終わって午前中で授業が終わる日があるわけなんですけど、その時に、ねえねえ、この後時間空いてる？お昼ご飯食べに行こうよ。男の子は分かった、また断らないわけなんですよね。で、その場所が女の子たちが集まるようなスイーツバイキングの店なんですよね。確かに断らないと言ったけど、この店は嫌だな。なんで？甘いものは苦手なんだ。嘘、そんな人いるの？クリームが苦手なんだよ。じゃあチョコケーキ食べたらいいじゃん。それにパスタとかサラダとか、それ以外のケーキ以外の甘いもの以外もあるから、その辺で楽しんだらいいじゃん、スープとかもあるし。そしてなし崩し的にお店に入るわけなんですよね。で、男の子が、まあ、自分の好きなねパスタだったりとかいろいろ持って自分の席に着こうとしていたら、さくらちゃんはその誰か女の子と一緒にテーブルで話してるわけなんですよ。これはさくらちゃんと男の子が2人で来たわけなんですけど、さくらちゃんと仲良しな別の女の子グループがさくらちゃんを見つけて、え、さくらちゃん、さくらちゃん、どうしてここいんのって女の子と話してるわけなんですよ。で、男の子が席戻ってくるわけなんですよ。あ、これ戻るのめんどくさいなって思ってたら、あ、君、こっちこっち、わざわざさくらちゃんニヤニヤして言うわけなんですよ。で、対面に座っていた女の子、え、さくら、これどういうこと、明らかにうろたえてるわけなんですよ。
その女の子はさくらちゃんの親友の京子ちゃんって言ってバレーボール部に入っていて、ものすごい気が強い女の子なんですよね。で、なんであんたがさくらと二人でいるの？もう噛み殺しそうなぐらい睨んでくるわけなんですよね。ああ、だからこの面倒事は嫌だったんだ。えへへ、私たち仲良しなの。仲良しってどういうこと？あんたも何か言いなさいよ。仲良しだよ。つまり付き合ってるってこと？いや、仲良しなだけだよ。何はぐらかしてんの。後でしっかり聞かせてもらうからね。さくらちゃんとそして主人公を睨んで京子ちゃん去っていくわけなんですよね。なんてことしてくれたんだ。私は京子と君に仲良くなってほしいんだけどな。彼女にその気があるならね。けど完全に嫌われたように見えるよ。どうだろう。京子は私のこと大好きだからね。私も京子のこと大好きなんだけど、だからちょっと敏感になってるのかも。そしてご飯を食べながらいろいろ雑談するわけなんですけど、ねえねえ、君は今まで彼女とかいたの？さあ話題を変えようか。なんで？僕は今まで友達もいなかったんだよ。彼女なんて夢のまた夢だよ。へえ、じゃあ好きな人とかいないの？好きだった、まあ他の人よりも特別な感情を抱いていた人ならいたよ。どんな子？教えてよ。その女の子はどんなものにもさんをつける人だったんだ。もちろん人の名前だけじゃなく、食べ物とかいろんな食器とか、ちょっと例えが出てこないんですけど、椅子さんとかお箸さんとかコップさんとかお財布さんとか、なんかいろんな猫さんとか犬さんとか、何でもさんをつける人に対人だから、いろんな物事に敬意を持っているんだなって、それがなんか素敵だなっていうふうに思ったんだ。ふーん、何笑ってんだ、気持ち悪い。いやー、素敵な話だなって思って。そうだね、素敵な子だったかもしれない。違うよ、君のその人を好きになった話、君のその感性が素敵だなっていうふうに思ったんだよ、さくらちゃんが言うわけなんですよね。で、さくらちゃんは自分の話もするわけなんですよね。私今まで全然モテなかったわけじゃないんだよ。今まで3人彼氏がいたの。まあそら明るいし可愛いし、そらそうでしょうねって感じなんですけど、けど友人関係だとちょうどいい距離感だったのに、付き合ったらなんかすごい束縛してきたりとか粘着質だったりとか、そういう人とかもいたんだよね。悪いけどそういう人にはごめんなさいって感じだったんだよね。ねえさ、私もうすぐ死ぬっていうふうに分かっていても恋人が欲しいなっていうふうに思うんだよ。へえ、じゃあ作ったらいいじゃん。ねえ、君はさ、私が恋人を作る気があるっていうふうに言ったら、あなたはどうかしてくれるの？どういう意味だい？内緒、腹が立つな。そうやって時間が過ぎていくわけなんですよね。そこでさくらちゃんは、ああ今日も楽しかった、美味しかった、ねえまた遊びに行こうね。それなんだけど、君は残された時間を、君の時間やお金を君の好きな人と使うことに使った方がいいと思う。そう、男の子はあくまで誘われてるから行くだけであって、それ今まで人生で断ったこととかがないからね、人と関わったことがないから。君はその男の子は女の子に対してさくらちゃんに対して何にもその興味というか関心とかを持ってないわけなんですよね。そんな人間と過ごすよりも、君のことを愛してくれる人、好きでいてくれる人と一緒にいた方がいいんじゃない？そういうわけなんですけど、そうだね、じゃあ私は自分の好きな人と好きなことをするようにするよ。いいわけなんですよね。
だったらまたそれから数日経って、明日遠出をします、電車に乗ります、遅れてこないように連絡が来るわけなんですよね。で、男の子は、まあ、断らないから行くわけなんですよね。いや絶対好き、断らないってことはそれなりに男の子も興味持ってんじゃんって話なんですけど、朝早く、なんでこんな朝早くに集合するの、さくらちゃん駅弁を買うわけなんですよね。はい、これ君の分だって、新幹線乗るから。は？いや電車、うん電車じゃん。君は一体どこまで遠出するつもりなんだ。ほらほら時間ないから乗った乗った。で結論から言うと福岡まで行くんですよね。多分主人公たちは東京に住んでると思うんですけど、新幹線でどんぐらいかかるんですかね。半日ぐらいかかるんじゃない、 4,5 時間ぐらいかかるんじゃないっていうふうに思うんですけど、でしかも泊まりだよって言うわけなんですよね。いや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 、私は親友の京子と旅行に出かけるっていうふうに親に言って、まあ、ちょっと親からもお金出してもらったかな。君はとんでもないね、地獄に落ちるよ。もうすぐじゃあ地獄見てくるかな、もうすぐ死ぬし。なんか明るくね、自虐ネタをするわけなんですよね。分かったよ。男の子も両親に電話して、今日は友達の家に泊まりに行くから、そういうふうに連絡するわけなんですよね。嘘をついてしまった。まあいいじゃん、そうやって福岡に行くわけなんですけど、ねえねえ、外国人はさ、日本に到着すると日本の空港の時点で醤油の匂い、ソイソースの匂いがするんだって。それよく聞くけど本当なのかな。で福岡はさ、その街全体がラーメンの匂いがするんだって。さすがにそれは迷信だよ、そんなに匂いがするわけないじゃん。そんな中なんだかんだで福岡に着くわけなんですよね。ただ桜ちゃんは隣でスースー寝ている。ねえ起きたよ、あねえ着いたよ、起きて肩を揺するけど全然起きない。輪ゴムでペチン、手のひらに当てるわけなんですよ。痛い、ちょっともっと他に起こし方あったでしょ、いろいろやったさ、けどそれでも起きなかったんだよ、もうひどい。そうやって二人で駅から降りるわけなんですけど、うわ本当にラーメンの匂いだ。二人でラーメン食べるわけなんですよ。ああ美味しい、確かにこれは絶品だ。それから二人で太宰府に行くわけなんですよね。なんか亀に餌をやる場所とかあるらしいんですね、俺は全然知らないけど。そしてお祈りをするわけなんですよ、神社かどっか、そのなんか本殿かどっかでね。ただ男の子は無欲だし、何か願いたいこととかも特になかったから、彼女の病気が治りますようにっていうのをさくらちゃんが祈ってる時間よりも長いこと祈ってたんですよね。ねえ君すごい長かったね、何を願ったの。内緒。教えてよ。その後なんだろうね、お茶屋さんによるわけなんですよ。なんかその亀の池が見えるところだったりとか、すごい景色がいいお茶屋さんがあるわけなんですけど、そこでなんか餅かせんべいかなんかを食べて二人でぼーっとしてたわけなんですけど、だったらお客さんのおばさんがそのなんだろうね、周りにマナーとか迷惑とかを考えず詐欺まくってて、で店員さんの足に自分の足を引っ掛けて倒してしまったらしいんですよね、店員さんを。ただその店員さんが持ってたお茶がおばちゃんに当たって、おばちゃんにかかって着物が汚れたらしいんですよ。それに対してどうしてくれんだよ、弁償しなさいよみたいな風にヒステリックに怒鳴り散らかしてるわけなんですよ。男の子はそれを見て、ああ面倒な人だ、ああいう出会いには関わらないに限る、そう思うわけなんですよね。だったらさくらちゃんは、私行ってくる、立ち上がっていい加減にしなさいよ、あんたが悪いじゃない、あんたが明らかに足を引っ掛けてたでしょ、そういう風に言うわけなんですよね。そして周りのそのいろんな老婦人だったりとか、他の学生だったりとか、いろんな人たちも、そうだそうだ俺を見てたぞって、みんなさくらちゃんの味方をするわけなんですよね。だったらそのおばさんはなんかわめき散らした挙句ヒステリックに
その店を逃げてったわけなんですよね。で、さくらちゃんに対してみんながパチ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 、いやー、ジョーちゃんよくやった、褒められるわけなんですよ。で、店員さんもありがとうございます、これよかったら、なんかいっぱい持ちくれるわけなんですよね。いやー、いいことするのは気持ちがいいね餅は食べながら言うわけなんですよ。君は本当にすごいね、強い人間だ。憎まれっ子を世にはばかるって言葉があるけど、なんであんな人じゃなく君が先に死ななきゃいけないんだろうね。もう本当その通りだよ。なかなかハードな会話をしてるわけなんですけど、もう二人の中では当たり前なわけなんですよね。で、なんだろうね、男の子は卑屈でネクラかなっていうふうに思ってたし、そういう部分はあるんですけど、なんかね、やっぱりたくさん本を読んでるだけあって、ユーモアセンスとかブラックジョークとかの切れ味が鋭いわけなんですよね。その辺とかもさくらちゃんが惹かれてる要因の一つなのかなっていうふうに思ったんですけど、そして夜になってじゃあホテル行こうかってなるわけなんですよね。で、ホテルのチェックインとかもその宿の予約とかもさくらちゃんがしてるわけなんですけど、なんかロビーであのホテルマンの人たちが謝ってるわけなんですよね。さくらちゃんまあみたいな風にしてるわけなんですけど、なんかすごい嫌な予感がする。ホテルの鍵をくるくる回しながら、指でくるくる回しながら、ごめん部屋一つになっちゃった。は、いやなんか向こうの手違いで空いてる部屋が二部屋取ってるはずなのになんか埋まっちゃってて、だから代わりにグレードの高い部屋用意してくれた。僕は漫画喫茶でも行くよ。ああ、もうせっかくだからさ、行こうよ。こんなんされたらどんな男子だって勘違いしちゃうよねって話なんですけど、男の子は僕は紳士だ、絶対に過ちを犯さない、そういうふうに固く決めるわけなんですよね。いやー、もう男子の9割9分9厘はもうここまでなったらやってしまうと思うんですけど、ごめん、やってしまうと直接的すぎるな。紳士だじゃなくてチンチンだっていうふうに、僕はチンチンだっていうふうになってしまうと思うんですけど、その話はともかく、わあすごいね、見てふっかふかのベッドだよ、君も着なよ。僕はソファーで寝るから、けどあのベッドには一回だけでいいからボフってしておこう、そういうふうに男の子は思うわけなんですよね。で、さくらちゃんはじゃじゃーん、さっきポテチとか買ってきました、お酒も買ってるわけなんですよね。もちろん未成年ですよ。君という人はいいじゃん、お酒好きなんだよね。君は強いの？たまに親のを分けてもらうけど、そんなに強くないかな。まあいいじゃん、せっかくなんだから楽しもうよ。君はさ、ポテチ薄塩派？コンソメ派？薄塩しか認めないね。それ以外は邪道だよ。へへ、残念でした、コンソメしか用意してません。じゃあなんで聞いたんだよ。そんな話をするわけなんですよね。さくらちゃんはお酒を飲んでよりいつもより上機嫌になってるわけなんですよ。なんだニヤニヤ笑って気持ち悪いな。じゃあ私先にお風呂行くね、覗いちゃダメだからね、さっさと行ってきな、そういうわけなんですよね。でお風呂に入ってなんかシャワー浴びてる音がするわけなんですけど、ちょっとその自分の煩悩を沈めるためにも落ち着くためにもあのベッドにボフってなるわけなんですよ。確かにこのベッドはすごい気持ちがいい。ねえねえ君、ちょっと化粧ポーチ取ってくれない？取るのは持っていくの忘れた。そう聞こえてリュック開けていいから言われるわけなんですよね。女の子のリュック漁るのあんまり好きじゃないな、嫌だなって思うわけなんですけど、リュック開けるわけなんですよね。だったら化粧ポーチの他に大量の注射器や錠剤とかがあるわけなんですよね。それを見て絶句するわけなんですよ。そう、さくらちゃんはもう治らないわけなんですよね、膵臓の病気は。ただその痛みとかあのしんどさとかを和らげることは薬でできるようになってて、その和らげることよりも病気をの根源を根絶することに医学の研究をする方が有意義だと思わない？全くその通りだよみたいなくだりをしてたわけなんですけど、男の子は正直さくらちゃんのその病気のことを現実をまだちゃんと認識してなかったって今初めて思ったわけなんですよね。あんなに明るそうに振る舞っている彼女も裏でこうやって
病気と戦っていた、病気と共に生きていた、その証拠をまざまざと突きつけられて、すごい動揺するわけなんですよね。ねえ、まだ？ああ、持っていくよ。化粧ポーチを。さくらちゃんに渡すわけなんですよね。そして、その後、さくらちゃんがお風呂から出て、若干ドキドキしながらも、男の子もお風呂を終えるわけなんですよね。うわぁ、すごいジャグジー気持ちいい。その後、私トランプ持ってきたんだ。二人でやるの。私とっておきのゲームあるんだけど、一緒にやろうよ。なんてやつ。僕はトランプ強いよ。真実と挑戦ゲームっていうの。とりあえず、お互い一枚ずつカードを引いて、それを一斉ので見せ合うの。そして、数字が大きい方が勝者ね。数字が大きい方の勝者は相手に対して質問もしくは相手に何か挑戦させることができるの。質問と挑戦、まあ試しにやってみようか。一回バッやってみるわけなんですよね。だったら女の子が勝つわけなんですよ、さくらちゃんがね。じゃあ私は君に質問をすることができる。その質問を答えたくないんだったら君は私に出される課題をクリアするか。そのどっちかだよ。じゃあね、クラスで一番可愛い子は、君が思うクラスで一番可愛い子は誰？もちろん嘘をついちゃダメだよ。だから真実と挑戦ゲームなんだ。君はどんなゲームも絶対に降りないって言ったよね。ニヤニヤ。はめやがって。クラスで一番可愛い子。誰々さんかな？あー、確かに。いい趣味してるね。あの子は確かに綺麗だ。それで何回かやって、またさくらちゃんが勝つわけなんですよね。じゃあ、私はクラスで何番目に可愛い？ 3 番目かな。え、3番目？きゃー、嬉しい。僕はクラスの中で女の子の顔を3人しか覚えてないんだけど、その情報を言っても君はまだ喜べる。嬉しいよ。だって3番目だもん。なかなかエッジの効いたことを男の子言うわけなんですけどね。それから男の子が何回かそのゲームで勝つわけなんですよね。10本勝負するわけなんですけど、男の子は恋愛感情とか抜きにしてさくらちゃんのことが気になってるわけなんですよね。自分と対極にいるような存在。この子はその病気になったから強くあろうっていうふうに覚悟を決めたというよりも、もともと生まれもっとこういう性格だったんだろうなって。この子はどうやって親とか家庭環境とかどういう風に育ってこんな子になったんだろう、そういう風に気になってたくさん質問するわけなんですよね。たくさん勝ったからね、勝負で。君は幼少期どんな子供だったの？私は落ち着きがない子って言われてた。それは想像に難くないよ。一番続けてる趣味は？ちょっと名前忘れちゃったんですけど、一番続けてる趣味とか尊敬してる人は？とか、自分の長所と短所は？明るいところとやっぱ落ち着きがないところかな、短所は。じゃあ膵臓の病気以外で今まで人生で一番悲しかったこと、苦しかったことは？中学2年生の時に飼っていた犬が死んじゃったの。ねえ、なんか面接の質問みたいだね。そういう風にしながら最後の勝負をするわけなんですよね。だったらさくらちゃんが勝つわけなんですよ。じゃあ私の可愛いと思うところを3つあげて。挑戦。回避するの？弱虫だな。じゃあそれが嫌なら私をベッドまで運んで。パッて手を広げるわけなんですよね。男の子は質問に答えようとせずにさくらちゃんをお姫様抱っこしてベッドに運ぶわけなんですよね。これってお姫様抱っこってやつだよね？いや、僕は倉庫の運送業をしているだけだよ。物を A 地点から B 地点に運んでるだけ。ひどい。ポフ。ベッドに運ぶわけなんですけど、男の子はドキドキしてるからすぐに離れるわけなんですよね。ソファーの方に向かおうとしてたら、さくらちゃんは天井を見つめたまま、ねえ、私が死ぬのは本当はめちゃくちゃ怖いって言ったらどうする？なんてね。さっさと寝なさい。
反論は受け付けません、そういうふうに男の子は言って、その質問を回避するわけなんですよね。そう、女の子も気丈に振る舞ってるけど、やっぱさくらちゃんも怖いわけですよ。そらそうっすよ。あと1年で自分の人生が終わるっていうふうになったらさ、平然と装って明るくいられる方がすごいっすよ、強いっすよ。そんな中、翌朝親友の京子ちゃんの電話から電話で2人は目が覚めるわけなんですよね。ねえ、さくらのご両親から連絡来たんだけど、ねえ、なんか私と2人で旅行に行ってるっていう風になってるじゃない。何、あんた一人旅、ちょっと私も誘いなさいよ。ごめん京子、いやーもうびっくりしたよ。とりあえず口裏合わせといたけど、なんで福岡に一人旅なの。ねえさくら、ひょっとしてあんたあいつと、ちょっとどういうこと、あんた本当にあんなやつと。まあそのことは京子においおい話すから。あいつあんたの隣にいるの。さあどうだろうね、あいつに伝えといてくんない。さくらに何かしたらぶち殺すから。プチッ切るわけなんですよね。いやー京子、私のことすごい心配してくれてるね。勘弁してくれよ。どうしよう、お姫様抱っこされたっていう風に京子が知ったらすごい怒るかもね。お願いだから勘弁してくれ。そういう風になるわけなんですよね。そしてまあ一日半日お土産を選んだ後、新幹線の帰路に着くわけなんですよね。で駅から降りるわけなんですけど、さくらちゃんが男の子の手をつなぐわけなんですよね。だけど男の子はそういう体勢とか免疫がないからビクッ怯えるわけなんですよ。でさくらちゃんはさっと手を離すわけなんですけど、ただ男の子はこんなに、そうなんだろうね、さくらちゃんといた時間に対して僕ももっと正直でいよう、そういうふうに思って、すごい楽しかったよ。え、どうしたの、君らしくない。これは本心だ。君がここまでいろいろ歩み寄ってくれたから、僕も自分の本音を言おうと思ったんだよ。えへへ、嬉しい。次の旅行は冬だね。いや、僕は寒いの嫌いだから、あったかい時期がいいな。もう本当に方向性合わない。この方向性が合わないっていうのもキーワードの一つなんですよね。そして週明け学校に行くわけなんですけど、男の子はめちゃくちゃみんなから好奇の目で見られるわけなんですよ。ざわざわなんか言われてるわけなんですよ。京子ちゃん経由でクラスの人気者のさくらちゃんと、あの地味で友達のいない男の子が旅行に行った、そういうふうに話題になってるわけなんですよね。でしかも、まあ、これまでそのスイーツバイキング行った時とかにクラスメイトの陽キャの男の子の一人が、なあお前さ山内と付き合ってんの、さくらちゃんの名字山内さんですけど、いや違うよ。だよな、なんか情報収集というよりもなんかクラスのやつらが騒いでたぜ。ところでガムいる？いやいい、ありがとう。僕はもっとおとなしい人の方が好きかな、おしとやかな人の方が好きかな。わかる、俺もおしとやかな人が好きだ。彼とは話が合いそうだ。彼は陽キャで僕とは相入れない存在かと思ったけど、意外と話せばわかるじゃないか。そう思っていた人がいたんですよね、友達候補みたいなね。その彼が、なあなあお前上履き捨てたの、なんかトイレのゴミ箱に上履きあったぞ。そうなの、ありがとう、探していたんだ。ところでガムいる？いや、いい、ありがとう。そして放課後図書院の時に、まあ、その上履きの話はわざわざしないわけなんですけど、ねえねえ私告白されちゃった。なんだろうね、まあ男の子に気を引きたいから、男の子の気を引きたいから言ったんでしょうね。よかったじゃん。それだけ？私付き合っちゃうかもしれないよ。僕の許可なんていらないよ、好きにしたらいいじゃない。へえ。そんな話をしながら
さくらちゃんは人生で読んだ本っていうのが一冊しかないらしいんですよね。まあ君は活字に活字とは無縁そうな生活をしてるからね。それって褒めてるの？けど私すっごいおすすめの好きな本があるんだ。星の王子様っていう本なんだけど、実際するサン・テグチュペリっていう作者の本で、これもすごい売れてる作品らしいんですよね。ねえ君は知ってる？それが有名じゃないっていうふうに思っていたこと自体に驚きだよ。もちろん知ってるけど、たまたま読もうっていう、まだ読んでなかったんだよね。へえ、そうなんだ。じゃあ今度私の貸してあげる。今度というかこの後私の貸してあげる。そういうわけなんですよね。図書室にも多分星の王子様あるだろうけど、彼女の行為を無限にしたくないなっていうのと、まあ、そんな野暮なことしたくないなっていう彼の優しさと、その本持ってじゃあ君の家まで届けるよっていうふうに言われて、いやそれはいい、じゃあ私の家に来てっていうふうに言われて、さくらちゃんの家に行くことになるわけなんですよね。じゃあ ちなみにこの星の王子様も結構この君水のね、君の水蔵を食べたいの重要な話になってくるというか、メタファーというか、なんだろうね、関わってくる話なんですよね。星の王子様ってどんな話かってざっくり言うと、砂漠に不時着したパイロットと、そのパイロットとたまたま出会った他の星から来た王子様との会話の話なんですよね。で、なんだろう、王子様はいろんな国に行って、いろんな星に行って、ずっと仕事詰めの生活をする人たちの国だったり、見た目を豪華に豪奢に着飾って、その承認欲求を満たし続けて人生を終えた人とか、その自分で泳ぎに行ったりとか自分で体験したりとかせず、本の知識だけを集めて満足している、そんな一つの分野の一つのことしか極めずに他のものには全く興味を持たない地質学者の星に行ったりとか、いろいろ行くわけなんですよね。でもともと自分が育てていたバラとバラが話すわけなんですけど、喋れるわけなんですけど、そのバラと仲違いして他の星を見に行こうっていう風になって、そしてその地質学者がじゃあ地球っていう場所を住みやすくていいよっていう風に言ってくれて、地球に行ってそこで不時着したパイロットと出会うわけなんですよ。じゃあ地球ってどんな人たちばかりだったの？いや地球はそういう見えっ張りの人も働き詰めの人もみんないっぱいいるよって。それって人間の幸せって、人生の幸せって、その人生を働くことが幸せではないじゃないですか。自由を手に入れるためにお金が必要で、お金が必要だからこそ働くのであって、ワークライフバランスとかを崩壊させたりとか、そのなんか20万円のカバンを買うことによって自分の1ヶ月の給料を消し飛ばして、自分の大事な家族とかと過ごせる時間を消し飛ばすことって果たして幸せなの？みたいな、いろんな星を見てきたけど、地球もそういうような生き方をしている人たちいっぱいいるよねって話だったりとか、そしてその地球でたくさんのバラを見たと。僕は今まで一本のバラしか見てなかったけど、こんなにたくさんバラがあるんだったら自分の作った育てたバラって特別じゃないじゃないかっていうふうに王子様は思ったんですけど、ただそこで狐が助言をしてくれるわけなんですよね。いやいや、君のバラはあの一本しかないよ。君が水をやって、君が愛情を与えて声をかけ続けたあのバラっていうのは、同じ育ち方をした、同じ花びらの色の、同じ花弁の数の、同じ顔をしたバラは、この花畑のバラ畑の中のどこにもいないんだよ。だから、なんだろうね、運命の人なんている、運命の人がいるんじゃなくて、出会った人を運命の人にしていく。初めから親友がいるんじゃなくて、出会った人たちと友達になって、その人と仲良くなって、いずれ親友と呼ばれるような仲になる。人間関係でそんなもんなんだよっていう風に狐がアドバイスしてくれるんですよね。っていう話とかを王子様はパイロットに言うわけなんですよ。で、パイロットと王子様の別れる時が来るんですけど、僕はこの数多の星のどこかにいるから、この砂漠って砂漠何もないからこそその中に宝物があるっていう風に思ったら素敵だと思わない？この見上げた星の中のどこかに僕はいて、僕も星を見上げたら君の地球がどっかに視界の中にあるかもしれない。そういうふうに思うと素敵だと思わないかい？そうやって王子様とパイロットが去るみたいな話が星の王子様なわけなんですけど、ちょっと間違ってたらコメント欄で教えてくださいって感じなんですけど、まあその話から人間の幸せとはって話だったりとか、なんだろうね、その自分の中でオンリーワンって作り上げていくものなんて、なんだよって。例えば俺にとって俺の親とか親友とかって唯一無二なわけなんですよね。
彼ら彼女らが死んだら俺は悲しいけど、ただ皆さんにとっては正直人間ってたくさんいるし、その僕の大事な人たちが死んでも皆さんには生活に何の差し支えもないじゃないですか。そんな風に人それぞれ大事なものって違うから、大事な人とか大事なものは自分が守っていかなきゃいけないよって。自分の当たり前の日常を守れるのは自分だけだし、この当たり前の日常は当たり前じゃないんだよっていうようなことを僕は星の王子様から勝手に学んでるわけなんですけど、そういうような内容がこの君の膵臓を食べたいとも結構ね関わってくるわけなんですよね。でその本について、貸すから家に来てよと、その日雨降ってたんですけど、二人でさくらちゃんの家に入るわけなんですよね。で私、年の離れたお兄ちゃんがいるので、お父さんとお母さんもお兄ちゃんも今日はしばらく帰ってこないから、おっとこれはもうこんなこと言われたらドキドキしちゃうじゃないですかって話なんですけど、さくらちゃんの部屋に入るわけなんですよね。女の子の部屋に入るのはどう？初めて？緊張する？いや、同年代の人の部屋なんて多分こんなものだよね、というふうに思ってるよ。へえ、つまんないの。まあ確かに京子はロックバンドのポスター貼ってたりとか、誰々ちゃんは可愛らしいぬいぐるみを置いてて、すごい女の子らしい部屋だけど、私のは確かにちょっとシンプルかもしれないね、さくらちゃん言うわけなんですけど、じゃあとりあえずこれやろっか。将棋盤を並べるわけなんですよね。本は？まあまあ、まだまだ時間はあるんだから一旦遊ぼうよ。君将棋は打てる？詰将棋は結構やってるよ。じゃあ勝負。そして泥試合の末、男の子が勝つんですよね。うー悔しい。君結構強いね。けどこっちなら負けないよ。ゲーム機を取り出すわけなんですよね。そして格闘ゲームとか、男の子は友達もいないし全然ゲームとかしなかったから、下手くそなんですけど、それでボコボコにされるわけなんですよ。くそ。けどレースゲームだと結構ね、競るわけなんですよ。レースゲームってまあタイムアタックというか自分との勝負みたいなところがあるからね。男の子はメキメキとコツをつかんでって、さくらちゃんと並ぶぐらいの勝負をするわけなんですよね。だったらレース中にさくらちゃんが、ねえねえ、君はさ、彼女を作る気はないの？え？男の子はさくらちゃんの方を見て、その画面を見てなかったからコースアウトして負けちゃうわけなんですよね。ずるいよ、そんな妨害の仕方。作る気はないよ。君は私のことを彼女にする気はないの？ないよ。よかった、安心した、さくらちゃんにそう言われるわけなんですよ。その時に男の子は心の中でモヤモヤが生まれるわけなんですよ。腹が立つわけなんですよね。彼女にする気はなくて安心した、それって僕は君と焼肉に行ったりバイキングに行ったり一泊の旅行にも行った、そして今君の部屋にいる。普通の男なら勘違いするはず、けど勘違いされてほしくない。さくらちゃんはあくまで僕のことを恋人にしたくない。勘違いされてなくてよかったって言いたいのか。そう、男の子の中でもう確実に恋心というか芽生えつつあるわけなんですよね。けどさくらちゃんがそれを切り捨てるような発言をしたから腹が立つわけなんですよ。不機嫌になるわけなんですよね。もういいよ、本はどこ？借りて帰る。本棚を見るわけなんですよね。だったらさくらちゃんが後ろから抱きつくわけなんですよね。そして男の子の左手で掴むわけなんですよ。ねえ、私死ぬまでにやりたいことリストがあって、それで今までバイキングを食べに行ったり焼肉食べたりとかしたんだよね。ちょっとさっき省いたんですけど、その焼肉のホルモンをさくらちゃん好きで、僕は全然好きじゃないよ、食べるやつの気が知れないよ、そういうふうに言ってたから福岡で有名なもつ鍋を食べたわけなんですよね。それも全部やりたいことリストの中にあったことなんだよ。そして私は好きな人じゃない人といけないことをしたい、それもやりたいことリストの中にあるんだよ。そういうふうに後ろからささやくわけなんですよね。そして男の子をベッドに押し倒すわけなんですよ。さくらちゃんの顔が男の子の左側にある。男の子は心拍数が跳ね上がる。もうこんなんさ、末善食わぬ男の恥って言葉もあるけど、こんなんもう誰だって言っちゃうでしょって感じなんですけど、男の子はやっぱり
人と触れることに経験がなさすぎて恐怖でさくらちゃんの体を押し上げるわけなんですよね。首を横に振るわけなんですよね。だったらさくらちゃんは顔が真っ赤になってるわけなんですよ。さくらちゃんも相当勇気出したわけなんですよね。けど男の子に拒否されて拒絶されて、さくらちゃんはドッキリでした。そう、拒否されたショックを隠すためにドッキリでしたとさくらちゃんは偽るわけなんですよね。それでまた男の子は腹が立つわけなんですよ。私を彼女にする気がないっていうふうに聞いてよかった。その後抱きついて押し倒して、けどドッキリでしたねえ、ドキドキした。そう、男の子の気持ちをもてあそんださくらちゃんに対してひどいっていうふうに思うわけなんですよね。だからさくらちゃんを逆に押し倒して馬乗りになるわけなんですよね。痛い、ねえやめてよ、君は本当はそんなことするような人じゃないでしょ、ねえ早く離れて、ねえねえやめてよ、ひどいよ。さくらちゃんは泣き出すわけなんですよね。いやもうこれさくらちゃん自分がやっておいて自分が同じことされたら泣き出すって、それどうなのって思う人たちいるかもしれないけど、確かにさくらちゃんの立場からしたら急に押し倒されてそれは怖いよねって話なんですけど、けど別に男の子はなんか乱暴するわけでもなく、ただ上からじっと俺がさっき受けた気分はこんなんだぞっていうのを示すために睨みつけるわけなんですよね。そしてもう男の子は本も受け取らずに何も言わずに荷物だけ持って雨の中帰るわけなんですよね。だったらその家から出てほんの数歩でクラスメイトの爽やかなイケメンの男の子がいるわけなんですよ、立ってるわけなんですよね。なあお前、呼び捨てで言われるわけなんですよ。家この辺なの？いや違うよ、さくらだろ。呼び止められるわけなんですよ。待てよ、話は終わってねえよ。お前、なんでお前が。そっか、男の子は思うわけなんですよね。こういうのが面倒だったんだ、色恋沙汰に巻き込まれる。彼は多分彼女が好きなんだな。けど男の子も今ちょっと気が立ってるんですよね。一つだけ忠告しておくよ、彼女は粘着質な人は嫌いって言ってたよ。だったらその爽やかなクラスメイトは急に豹変してバン殴るわけなんですよね。お前が何を知ってんだ、俺はさくらともう一度よりを戻したいんだよ。そっか、火に油を注いでしまった。君が彼女の言っていた元彼なんだね。なんでお前みたいなやつがさくらと一緒にいるんだよ、とかバキ投げてくるわけなんですよ。ただ男の子は反撃しない。彼は彼女のことが本気で好きで本気で心配しているんだろうな。そのベクトルが思いがちょっと暴走しているだけで、僕みたいに彼女に何の興味を持ってない人よりも彼みたいに彼女のことを本気で愛する人たちの方が彼女の周りにいた方がいいんじゃないか。そう考えたら僕はここで抵抗するんじゃなく彼に好きなだけ殴らせた方がいいんじゃないか。そう思っていたら、ねえ何してるの、さくらちゃんが傘をさして来るわけなんですよね。さくら、クラスメイトを無視して男の子の方に行くわけなんですよ。血が出てるよ、ハンカチで顔を拭ってあげるわけなんですよ。そしてクラスメイトに向かって、元彼に向かって、もう二度と私の大事な人に関わらないで。男の子は彼女もあの底抜けに明るい彼女もこんな敵に満ちた顔をするんだ、そう思うわけなんですよね。そしてさくらちゃんの手に引っ張られてさくらちゃんの家にもう一回入るわけなんですよ。そしてさくらちゃんのお兄ちゃんのジャージとかパンツを渡されてシャワーを浴びるわけなんですよね。
そして着替えてさくらさんの部屋に行って仲直りするわけなんですよ。男の子はその自分の気持ちをね、そのなんか自分の気持ちをもてあそばれたような感じですごい嫌だったってことと、さくらちゃんは男の子がその男性の力で押さえつけられたことに対して力が強くて怖かったっていうわけなんですよね。けどこのまま険悪になって2人の関係が終わるのが嫌だった、さくらちゃんはそういうわけなんですよ。ただそこで男の子は言うわけなんですよね。彼は悪気があったわけじゃないと思う。僕たちはたまたま偶然出会っただけだ。それよりも僕なんかじゃなくて、彼みたいに君のこと、彼や京子さんみたいに君のことを本気で考えてくれる人と一緒にいた方がいいと思うよ。今回みたいなこともあるし。違う、私たちは偶然出会ったんじゃなくて自分の選択で出会ったんだよ。そう、あの時に共病文庫を拾ったのも男の子だし、図書院になろうっていうふうに決めたのはさくらちゃんだし、そのさくらちゃんに対して邪険にするわけでもなく、ちゃんと仕事を教えたりとか、そして焼肉を食べる日、約束をすっぽかさずに来たのは男の子の方だし、そうやってみんな偶然じゃなくて自分の意思でお互いが歩み寄ることを選んだんだよ。私たちはお互いに興味を持ってるんだろう。そういうことを言うわけなんですよね。そしてもう夏休みに入る前、7月20日ぐらいなんですけど、いや7月上旬ぐらいか、さくらちゃんは入院するわけなんですよね。学校の友達たちには盲腸だっていうふうに言ってるけど、男の子はその膵臓の病気だっていうことが分かってるわけなんですよね。でお見舞いに行くわけなんですよ。学校の勉強とか教えるわけなんですよね、男の子は賢いから。だったらさくらちゃんはじゃじゃーん、こういう手品覚えました、すごい、なんかいろんな手品見せてくれるわけなんですよね。時間がすごいあるからね、君は時間はないんじゃないかい、そう思ったけど時間があるらしいんですよね。時間がないからこそ一生懸命いろんなことを集中して覚えてるわけなんですよ。じゃあ僕はそろそろ行くね、ありがとう、お見舞いに来てくれて。だったらさくら、果物持ってき、なんであんたがここにいんの、親友の京子ちゃんと鉢合わせるわけなんですよ。いえ、そしてねえねえ、お兄ちゃんのジャージとパンツ返してよ、さくらちゃんがニヤニヤしながら言うわけなんですよ。そう、この前借りたやつね、しまった、渡すの忘れていた、それ渡してそそくさと帰るわけなんですけど、ねえさくら、パンツって何、あんたあいつとなんかあったの。そして学校では男の子がさくらちゃんのストーカーっていうふうに嘘ぶかれてるわけなんですよね。で2回目のお見舞いに行った時に、その病室に行ったらさくらちゃんすごい踊っていたわけなんですけど、お見舞いに来たよ、えっちょっと来たな言ってよ、顔真っ赤にしてるわけなんですけど、学校で僕こういうふうに言われてるんだ全然違うじゃん。けどそういうふうに誤解されてるのって、私は君が本当はいい人だっていうのは知ってるよ、けどみんな君の人間性を知らないからね。まあ誤解されてるのは君がみんなと話さないからだよ、そういうわけなんですよね。けどどうせ話したところで僕はみんなからしたら地味なクラスメイト、結局関わろうとしたら無駄だよ。君の印象ってどうせ地味なクラスメイトだと思われているってみんなに直接聞いたの？いや聞いてないけど多分そう思ってると思うよ。直接聞いてみないとわからないじゃん。少なくとも私は、以前の私は君のことを仲良しだと思っていたよ。以前はっていうことは今はその考え方じゃないってことだよね。教えない、人間関係は少しぐらい秘密があった方が面白いんだよ、そういうふうにはぐらかされるわけなんですよね。その帰り道、本屋で男の子は本を読んでるわけなんですよね。である程度読んで、ああ面白かった、そろそろ帰ろうかな、本を閉じた時、隣で親友の京子ちゃんがもう噛み殺そうかっていうぐらい肉食獣の目で男の子を見てるわけなんですよ。あんた
さくらのことどう思ってんの、その返答次第で殺されるみたいな状況なわけなんですかね。正直に言おうけど、僕はわからない。わからないって何？本当にわからないんだ。さくらのこと傷つけたら殺すからね。そういうふうに脅されて、京子ちゃんはその場を去るわけなんですよね。君の親友は猛獣か何かかい？3回目さくらちゃんに会った時に言うわけなんですよ。いやー、京子には悪い、京子と君には悪いことしてるね。いい加減誤解を解いてほしいものだ。ねえさ、病院から抜け出したいんだけど。ダメだよ、みんな心配するじゃないか。じゃあ病室から、そうやって1階の売店に2人で行くわけなんですよね。ねえさ、私の名前もさくらだけど、さくらって一回目をつけた後、それからしばらく休眠状態になって、春になるのを待ってから花が咲くんだって。本当は冬に咲かせられるのにだよ。それって素敵だと思わない？わざと一番綺麗な時期を待ってるの。だったら、男の子は君らしいね。何が？そういうふうに偶然で済まされるようなことも、自分で選択したことなんだっていうふうに解釈できる、その価値観がだよ。そういうわけなんですよ。なんかまるで私たちみたいだね。そう、もうちょっと後で明らかになるんですけど、男の子の下の名前は春樹くんなんですよね。さくらは春樹と出会うのを待っていたっていうふうになるわけなんですけど、ここから先は男の子のことを春樹くんって統一して言いますね。ただ、春樹くんは、さくらちゃんのなんか違和感を見つけるわけなんですよね。底抜けに明るいはずなのに、急に会話が途切れたりとか、何か考え事をしていたり、悩んでいたり、目が泳いでいたり、言葉に詰まっていたり、明らかに隠し事をしているようなんですよね。3回目お見舞いに行った時に、明るい雑談とかもそこそこに、さくらちゃんは、ねえ、真実と挑戦ゲームやりたいんだけど、やってくれない？いいよ。そこでトランプで勝負するわけなんですけど、春樹くんが勝つわけなんですよ。さくらちゃんは一体何を聞きたかったのか、けど春樹くんが質問する番なんですよ。君にとって生きるってどういう意味？生きるか、生きるってね、誰かと心を通わせることを生きるって言うんじゃないかな。私は誰かと関わることで嫌いな人、好きな人がいたりとか、楽しいこと、辛いこと、苦しいこと、そういうのを体験したり、誰かと話すことで自分の内面が見えてくるんだよね。私一人では何にもできないし、何にも自分のことわからない。だからこそ私は周りと関わることで自分を形成できている。だから生きるということは人と関わることなのかなって、そう思うよ。その時に春樹くんは、そのずっと小説の世界で自分の中で自己完結して生きていたわけなんですよね。その僕は地味なクラスメイトって思われてるから、君って自己完結系男子だねみたいなふうに言われていたわけなんですけど、つまり彼女の生きるという定義においては春樹くんは生きていないっていうことになるわけなんですけど、ただ春樹くんは別に否定されたように感じるわけでもなく、そうか、考え方がこんなに真逆なんだ。本当、君には教えられてばかりだよ、気づかされてばかりだよ、春樹くんは言うわけなんですよね。素晴らしい価値観だ。じゃあそろそろ行くね。面会時間の終わりが来てるわけなんですよ。ねえ待って、ガシッハグされるわけなんですよ。私最近人肌が恋しいんだ。春樹くんはハグを仕返しながら言うわけなんですよ。ねえ何かあったの？最近様子がおかしいよ。ううん、何もないよ。そして抱きついてるところを、ねえさくら、果物持ってき
ゲッ、はっ、京子ちゃんにハグしてるとこ見られるわけなんですよね。じゃあ僕はもう行くから、思いっきり横を通るとき睨まれたわけなんですけど、さくら、どういう意味？えへへ。ただ、さくらちゃんの入院期間が2週間延びたっていう連絡が来るわけなんですよね。4回目の面会に行く。夏休みに入る。さくらちゃん、明らかに意気消沈してるわけなんですよね。あ、ありがとう。今回もお見舞い来てくれて。退院したら、どっか行きたいところある？海に行きたいかな。ねえさ、君の親友さん、京子さんと面会時間、さすがにずらしてほしいんだけど。私も京子に言われた。わかった。本当は、君と京子と3人でご飯とか行きたいし、君と京子には仲良くなってほしいんだけどね。僕はともかく、それは向こうに言ってよ。そうだね。本当は3人で旅行とか行きたかったな。え？それってどういう意味？え？もう二度と旅行行けないみたいな言い方してるけど、冬に旅行行こうって言ってたじゃん。私そんな言い方したっけ？ねえ、死なないよね？いや、私はいつか死ぬよ。人はいつか死ぬよ。それに私はもう病気で。そうじゃなくて、まだ死なないよね。君は最近様子がおかしい。何か隠してるんでしょ。僕は心配しているんだ。君にまだ生きててほしいんだ。春樹くんは自分の気持ちを正直に伝えるわけなんですよ。だったら、さくらちゃんは穏やかな笑顔で、本当に何もないよ、私は幸せだな、君は私をそこまで必要としてくれているんだね、死ぬときはちゃんと君に教えるよ、私が死んだらちゃんと膵臓食べてね。春樹くんはいつもの調子のさくらちゃんにほっとするわけなんですよ。君の膵臓を食べたら僕も病気になりそうだよ。あはは、ひどいこと言うね。ねえ、今回も手品見てよ。その手品を見て、すごいな、本当に上達したね。もっといろんなのしたいし、退院したらね、君に見せたいとっておきの手品があるんだ。そして話題は別のことに移るわけなんですよ。最近私衣装をかけ始めてるんだ。早くない？まだ1年時間があるんでしょ。そうなんだけど、下書きを書いて何回も推敲を繰り返していい衣装を書きたいんだ。確かに小説家も原稿の直しが一番時間かかるって言うしね。退院したらその日遊びに行きたいな。その日に手品を披露するよ。私の行きたい海に連れてって。わかった、連れて行くよ。そうやって約束するわけなんですよね。さあ、8月の上旬、お母さんは春樹くんに対して、ねえ春樹、あんた最近彼女できたでしょ。え、できてないよ。それか友達か。まああんたが最近楽しそうでよかったよ。あんまり親なめんな。お父さんも背中をバン叩いて仕事に行くわけなんですよ。親というのはつくづくすごいな。そう思いながら、約束の日、午前中は家で本を読んで時間を潰して、午後、約束の日時の、まあ、1、2時間ぐらい早くに待ち合わせのカフェに行って、そこで本を読むわけなんですよね。だったら携帯がメールが鳴る。ごめん、ちょっと遅れそう。可愛い服着ていくから、その分許してね。勝手に口角が上がる。僕も今ちょうど君のことを考えていたよ。きゃー、嬉しい。その待ち時間の間にカフェの外を見るわけなんです。人々の往来を見る。老若男女、いろんな人たちがいる。それぞれが自分のパートナーと街を歩いたり、友達と歩いたり、自分の子供と歩いたり、楽しそう。そしてその姿を見て、
楽しんでいる自分に驚くわけなんですよ。今まで春樹くんは誰にも興味を持たなかったけど、さくらちゃんと出会って人に興味を持つようになった。明らかに自分は変化していっている。すごいな、あの子は。そう思うわけなんですよね。そう、さくらちゃんと出会ったおかげで春樹くんは変わることができたわけなんですよね。これまで自分は草舟だと思っていたけど、自分は自分の意思で自分を選択していたんだと。それを教えてくれたのは彼女だったんだと。彼女に追加でメールを言うわけなんですよね。君は余命関係なくずっとそうやって強い人間だった。僕は君にずっと憧れていた。僕は君になりたかった。君の爪の垢を煎じて飲みたい。いや、この言い方は僕たちの関係らしくないな。もっと別の言い方、そうだ、君の膵臓を食べたい。そうやってメールを送るわけなんですよ。だったら返事が来ない。もうすぐ出るよって言ってたのね。約束の時間になっても何時間経っても夕方になっても彼女は現れなかった。夜、春樹くんは帰路につく。晩ご飯を食べながらニュースを見て驚いた。山脇さくら、通り魔に襲われて死亡。通り魔はすぐ捕まった。橋を落とした。世界が灰色になった。現実が受け入れられない。嘘だろ、まだ時間はあと1年あるんじゃないのか。ドラマは最終回まで放送されるんじゃないのか。こんな過酷な運命を背負った彼女は、せめてあと1年間は神様は生かしてくれるんじゃないのか。それは人間誰だって死ぬときは死ぬ。だけど世の中にあの太宰府で出会ったおばちゃんみたいに死ぬべき人はたくさんいる。なんで彼女なんだ。なんで彼女が死ななきゃいけないんだ。そして彼女の葬儀があるわけなんですけど、春樹くんは現実を受け止められなくていけないわけなんですよね。部屋で本を読むわけなんですよ。彼女が死ぬまでに読もうというふうに思っていた星の王子様、まだ読めてないわけなんですよ。それを読むわけなんですよね。そして春樹くんにはまだやらなきゃいけないことがある。彼女が書いた共病文庫を読まなきゃいけないわけなんですよね。私が死んだらこの本読んでね、そう言ってたわけなんですよ。さくらちゃんの家に行く。お母さんに挨拶をする。ピンポーン。すいません、彼女のクラスメイトの春樹と言います。線香をあげに来ました。上がって。これ彼女に借りていた本です。ありがとうね、来てくれて。さくらもきっと喜ぶわ。あの、実はもう一つお話ししたいことがあって、共病文庫を読ませていただけませんか。彼女との約束なんです。そう、君がその子なのね。さくらが全然君のことを教えてくれない。必ず読みに来る、受け取りに来る子がいると思うから、その子に渡してあげてって言われていたの。そして共病文庫を読むわけなんですけど、中学2年生ぐらいの頃から始まるわけなんですよね。私の余命はいくばくかとあと数年だと言われた。現実が受け入れられない。家族や家の中のものに当たった。お父さんお母さんお兄ちゃんごめんね。彼氏ができた。いつか病気のことも話さなきゃいけないのかな。受け入れてくれるのかな。親友の京子、いつ話したらいいんだろう、わからない。ごめんね、内緒にして。けど私この日常を失いたくないの。部活には入らない。家族とか友人と過ごせる時間を大事にしたいの。あと何回この桜を見られるんだろう。そんな言葉が綴られるわけなんですよ。そして高校2年生の4月、春樹くんと出会った時のこと。病院でクラスメイトに共病文庫を見られちゃった。あの男の子、口は硬そうだけど、いやー、私としたことが。けど彼なんか他の人とは違うみたい。彼はずっと何かと戦っている。もっと知りたいな、もっと仲良くなりたいな。春樹くんのこと書いてあるわけなんですよ。図書委員に入った。彼は私のことを、仕事をいろいろ丁寧に教えてくれる。少しずつ彼の人となりが分かってきた。やっぱり彼は
戦っている、そして面白い、そして彼に共病文庫に名前を出さないでって言われた。だから名前を全部黒く塗りつぶした。そして言われた通り、これからはもう君の名前を出さないよ。自分のやりたいことに時間を使った方がいいって言われた。春樹君に言われた言葉なんですけど。だからその助言をくれた人と遊びに出かけたいんだ。焼肉を食べたけどホルモンが好きじゃないって言ってた。信じらんない。だからホルモンの美味しさを伝えてあげたいな。死ぬまでにやりたいことリストを書いた。スイーツを食べに行きたい。ラーメンを食べたい。ホルモンの良さを教えたい。そういうふうに思ったら、いいこと思いついた。旅行に行こうと思う。そして福岡に連れて行くことを決めたみたいなんですよね。7月21日、とてもいいことと悪いことがあった。星の王子様を貸しに行った、貸した日ですね。あの日、ゲームをして、仲良くなって、で、急接近しようとしたけど拒絶されて、それから、春樹くんがクラスメイトに殴られて、それから2週間ぐらい入院することになった。数値がちょっと良くないみたいで、不安だ。みんなには見栄を張った。嘘はついていない。見栄を張っただけだ。少しだけ、いや、かなり不安だ。不安を吹っ飛ばそうと思いっきり踊っているところを彼に見られた。とても恥ずかしかった。7月末、寿命が半分に縮まった。その文言を見て絶句するわけなんですよね、春樹くんは。それで彼女はあんなに怯えて不安があって動揺していた。生まれて初めてはっきりと嘘をついてしまった。何かあったの？そう聞かれてもごまかしてしまった。何もないよって。だって何もないよって言った時の君のあの安堵した表情、ほっとした表情、本当のことを言えるわけないじゃん。悲しい顔をさせたくないじゃん。ごめんね、死ぬ時は言うって言ったのに。けど私嬉しかったな。君が生きててくれて嬉しいって。あんなこと言われて本当私は幸せ者だな。そういうわけなんですよね。京子と彼をできるだけ端合わせさせるように面会時間を組んでいたんだけど、二人から苦情が殺到したから、さすがに4回目はもうやめる。ああ、二人とももっと仲良くしてほしいんだけどな。いつか京子と彼と三人でご飯に行きたいな。明日、ついに退院できる。イエーイ、夏休みを満喫するぞ。そこで共病文庫は終わるわけなんですよね。そう、その日に彼女は死んでしまうわけなんですよ。春樹くんは本を閉じようとするんですけど、お母さんが制止するわけなんですよね。まだまだあるんです、最後の方を見てください。白紙のページをめくっていくと遺書のページになるわけなんですよね。そこでクラスメイトやお父さんお母さんお兄ちゃん京子ちゃんへの思いが綴られるわけなんですよ。京子、今まで病気のことずっとひた隠しにしててごめん。私はあなたとの日常をもっと大事にしたかったから、壊したくなかったから言えなかった。私京子のことが大好き。生まれ変わってももう一回会いたい。私京子のことがすごい好きなのかな。だから今度は京子が男の子に生まれ変わってね、みたいなこととか書いてるわけなんですよ。お父さんとかお母さんにも、私もう一回生まれ変わってもお父さんとお母さんの元に生まれたい。その後春樹くんへの言葉があるわけですよ。そして君、君だよ君。名前を出さないでっていう風に言われたから書いてないよ。そう、君、君に伝えたいことがあるんだ。この共病文庫は君の好きにしていいからね。クラスメイトとか京子とか誰に見せるかどうかも君の自由だ。このまま破いて捨てるのも君の自由だよ。君と私は正反対の人間だけど、方向性が合わないのは当然だよ。だって私たちはお互いから対岸からお互いの方向を見ていたんだから、同じ方向に目線が合うわけないよ。
私は君に恋してると思った瞬間が何回もあったんだ。君の過去好きになった人の話を聞いている時とか、お酒を飲んで遊んでる時とか、私の部屋で私が君に抱きついた時とかね。けど私は君と恋人になる気はなかったんだ。あのまま病室でハグとかしてたら、多分ゲーム感覚でキスとかもするようになってたんだろうけど、君を恋人とか親友とか、そういうありふれた関係になるのが嫌だったんだよね。ところでさ、君はどうして私の名前を呼ばないのって聞きたかったんだ。私の予想を言っていい？君は私の名前を呼ぶことによって、君の中で私をカテゴライズすること、君の中に私が存在することが嫌だったんじゃないのかな。ほら、福岡で新幹線で起こすときに輪ゴムじゃなくて本当は私の名前も呼べたよね。けど私はどうせいなくなる。そんな私がいなくなっ私の名前を呼んで、けど私がいなくなってしまう。そうなったら私を失うのが寂しいから、その現実を突きつけられたくないから私の名前を呼ばなかったのかなって。つまり君にとって私は大きな存在になれていたのかなっていうふうに、そうやって勝手にニヤニヤしてるんだけど、私の予想は合ってる？そうだといいな。ねえさ、実は私君にずっと憧れていたんだよね。私は一人では何にもできないの。生きる意味を聞かれたけど、周りの人たちがいてこそ自分の価値を確かめられる。けど君は一人で本を読んで自分を磨いて、自分を承認して自分の価値を見出している。私とは真反対なんだ。そんな君がすごいなっていうふうに思っていた。一人で自己完結して、それこそ周りのうぞうむぞうのね、中指立てられたりとか、あいつ一人だぜみたいな、そういう誹謗中傷の目とかにさらされながらも、春樹くんはずっと戦っているわけなんですよ。だからさくらちゃんはずっと春樹くんのことを戦ってるっていうふうに日記に書いていたわけなんですよね。でさくらちゃんがそのほぼ初対面の春樹くんにすごい突っかかるのもさ、自分と真反対の人間だからすごい興味があったわけなんですよね。焼肉おごったりとかしたのも、彼女が本当に心の底からもっと興味を持って知りたいと思っていたから歩み寄っていたわけなんですよね。私は桜は春を待っていたんだ。君と出会うのを待っていたんだよ。私は君に必要とされるのを待っていたみたい。私は君に憧れていた。君になりたい。君の爪の赤を煎じて飲みたい。いや、この言葉は私たちの関係らしくないね。もっと別の言い方をしよう。君の膵臓を食べたい。さくらちゃんからそんな言葉があるわけな、送られるわけなんですよ。そして春樹くんは、すいません、さくらさんの携帯電話を見せてもらえませんか。そして彼女のメールボックスを見るわけなんですよね。春樹くんが最後に君の膵臓を食べたいっていうふうに送ったあのメールは読まれているんだろうか。既読がついていた。そう、春樹くんの君の膵臓を食べたい、あの言葉はちゃんと届いていた。そしてくしくもさくらちゃんも春樹くんと同じ思考プロセスで、お互いがお互いに憧れ、そして膵臓を食べたいという二人だけのキーワードで同じ結論に至っていたわけなんですよね。すいません、泣いてもいいですか。そういうわけなんですよ。その遺書の序盤で、ねえ君は多分臆病だから繊細だから私の葬儀にも顔を出さないと思うけど、ひょっこり本は返しに来るんだよね、線香をあげに来てくれるんだよね。全部さくらちゃんは見透かしていたわけなんですよね。そしてその手紙を、遺書を読んで、春樹くんはずっとその自尊心が低いというか自己肯定感が低いわけなんですよね。だからこそ自分なんかがその見ず知らずのクラスメイトが死ぬっていうふうに言われても悲しんじゃいけないっていうふうに思ってたわけなんですよ。葬儀だって自分なんか、他人が親友の京子ちゃんやご家族を差し置いて大泣きするわけにはいかない。言ったら泣いてしまう。だからこそ
自分は葬儀には行かなかった、参列しなかったわけなんですよね。そして今でさえも泣いてもいいですかって許可を取るところ、張り気分らしいな、お母さんがいいわよ、うわ、赤ちゃんのように春樹くんは泣きじゃくるわけなんですよ。もうこのシーンが本当悲しくてね、俺も泣いちゃいました。もうどんなに悲しくても君には会えない、僕の言葉は伝えられない、二度と会えない、泣き叫んだとお母さん待ってくれていた。お名前を聞いてもいいかしら。春樹、志賀春樹です。なんか小説家で村上春樹さんは俺も存じ上げてるんですけど、志賀直哉さんという小説家も有名な方がいるらしくて、で物語の冒頭で、へえ小説家みたいだねっていう風にさくらちゃんに言われていたんですけど、お母さんも小説家みたいねどちらですか、春樹くんが言うわけなんですけど、あのいつかお墓参り行っていいですか、ぜひいらして、あなたが来てくれるとさくらも喜ぶわ。そしてさくらちゃんの遺言で、いつか春樹くんと京子とそして私の家族でご飯とか行きたいなって書いてたんですよね。このご飯もあなたたちがいいならどうかしら、お母さんが言ってくれるわけなんですよ。はい、僕でよければ、けど京子さんは京子さん次第のところがあると思います。さ、春樹くん嫌われてるからね。あなたたちと一緒にいられることが私たちにとっても、さくらの好きだった人と一緒にいられることが お話しできることが私たちにとっても嬉しいから、その機会があったらぜひ行きましょう、お母さんが言ってくれるわけなんですよね。そして春樹くんは決めるわけなんですよ。共病文庫は君の好きにしていいからね、僕にはまだやることがある。後日意を決して京子ちゃんをカフェに呼び出すわけなんですよ。本当はさくらちゃんと待ち合わせるはずだったあのカフェでね、京子ちゃんがバン、何、なんで私呼んだの、あんたなんで葬儀に来なかったの、君に読んでほしいものがあるんだ、共病文庫を見せるわけなんです。これさくらの字だ、読んでほしいんだ。病気、嘘でしょ、これは何かのいたずら、全部真実だ。このことを知っていたのはさくらさんのご家族とそして僕だけだ。君には内緒にしてくれってずっと言われていた。今回の通り魔事件、あれがなくともさくらさんはやがて1年後にはバッ、やめて、そんなこと言わないで、なんで言わなかったの、それは彼女が、違う、あんたよ、あんたがなんで私に言ってくれなかったの。さくらさんは君との日常の時間を楽しみたかったんだ。病気だって分かっていたら私は学校を辞めた、部活も辞めた、全部辞めた、あの子と一緒に過ごした、そうなるのが怖かったんだと思う。パチン、引っ叩かれるわけなんですよね。ふざけないでよ、さくらさんの彼女の意思だけじゃない、お願いがあるんだ、僕と友達になってほしい。京子さんはそのままカフェを去るわけなんですよね。そうか、難しいよな。春樹くんは生まれて初めて友達になってほしいと人に伝えたわけなんですよね。けど勇気を振り絞ったけどうまくいかなかった。そして1年後、あんたさ、もっと体力鍛えなさいよ。
僕は貴族だから、そんな体を鍛える必要なんてないんさ。平民は頑張ってるね。おい、平民なめんな。京子さんと春樹くんが高校3年生の夏、二人で墓参りに行くわけなんですよね。そして、さくらちゃんの墓石に向かって、ほら、さくら、起きろ、ピチャ水をかけるわけなんですよ、ひしゃくでね。その水ってそういう風に使うもんじゃないと思うけど。そう、一年間の時間をかけて、京子さんと仲良くなれたんですよね。さあ、この後は、さくらん家に行って、ご家族と食事よ。そうだね。たく、もっと早く誘いなさいよ。そう、お母さんと約束してたあの食事っていうのも、春樹くんの中では、京子ちゃん、春樹くんと桜ちゃんぐらい、京子ちゃんと仲良くなれてから誘おうっていうふうに思っていたけど、そんな、私だって桜のご家族ともっと仲良くしたいし、飯ぐらいあんたと一緒でもいいわよ。そう言ったわけなんですよね。そう、京子ちゃんもやっぱいい子なんですよね。で、その墓参りの終わりに、幸せになろうね、春樹くんは言うわけなんですよ。は？さくらの墓参りにプロポーズ？引くわ。違うよ、もっと広い意味でだよ。それに僕は彼と違ってもっとしとやかな人が好きなんだ。彼と違って？はーん。あんたが友達少ないから誰か分かっちゃった。あ、ちょっと待って、さっきの話。そう、春樹くんはもう一人友達ができたんですよね。それは陽キャのガムをいつもくれていた彼。彼は、俺もさ、お前と一緒でもっとおしとやかな人が好きだよ、そういうふうに言ってたけど、おしとやかさとはかけ離れた京子さんのことをガムをくれる彼は好きになってるみたいなんですけど、春樹くんうっかりそれを漏らしてしまうわけなんですよ。僕は君みたいにおしとやかとはかけ離れた人を好きになれないよ、彼とは違ってね、って言ったわけだけど、ごめん、さっきのなし。ふーん、あいつがね、へえ、嫌じゃないの。まあ、人に好かれるっていうのは嬉しくはなると嫌ではないかな。まあけどね、まあ受験が終わってからかな。ああ、ハードモードにしてしまった。ふふん。そこで春樹くんは思うわけなんですよ。君は最後まで僕に隠していたことがあったね。だから僕も隠していたことを今言うよ。昔好きな子の話、あれ実は嘘なんだ。今まで読んだ小説の中で適当に話をでっち上げた。本当は君に会うまで好きな人できたことなかったんだ。わはは、後ろから桜ちゃんの笑い声が聞こえた気がした。春樹くんと京子さんは振り向く。しかしもちろん桜ちゃんはいない。二人で階段を降りる。京子さんのことはもう怖くなくなっていた。そして話が終わりました。素晴らしい、素晴らしい、ほんと素晴らしい。どうですか、これも泣いちゃうよ。これはもう映画化するよ。しかもこれ確かデビュー作品らしいんですよね。もう化け物ですよね。もうどっから手つけていいやら。もう僕の言いたいことはもう全部伝えました。皆さんどのシーンが心に残りました？俺は部屋でそのお互いハグしたりとか押し倒したりとか、あの時がお互い好きなのにそれがうまく伝えられなくてすれ違ってしまうところとか、すごいすごいね、苦しかったですね。そしてさくらちゃんが一番は、さくらちゃんと海のデートに行けなかったこと、彼女がどんな手品を見せようとしてくれていたのか、まさかもうせめて1年間は幸せな記憶を作れるのかと思ってたのに、それができなかったっていうのが、世の中は残酷だっていうのが本当しんどかったですね。いやもう多分みんな十中八九口を揃えてあのシーンのこと言うと思うんですけど、あと最後の遺書を読んだ後、すいません泣いてもいいですか、あーって、さくらちゃんの真意を知ること、寿命があと半年しかなかった、まだ死なないよねっていうふうに春樹くん言ってたけど、もう一回ぐらい旅行行きたかったなって。そう、もう寿命が半分になっていたから行けなかったわけなんですよね。そう、4月にあと1年っていうふうに言われていたから、
あと半年だったら10月ぐらいまでしか生きられなくて、もう本当あと3ヶ月ぐらいしかなかったってことですもんね。この話とか見てたら、やっぱり人間はいつ死ぬかわからないから、大事な人たちと思い出をたくさん作っておこうっていうふうに思いました。皆さんはどのシーンが印象に残ったのか、そしてこの話を見て、アニメを見て、アニメ映画を見て、実写映画を見て、どういうふうに思ったのか、どういうふうに生きていこうと思ったのかとか、ぜひ皆さんの感想コメント欄でお待ちしています。そして俺の考察が不足しているところとか、抜けているところとか、解釈の違いとか、星の王子様のところとかね、あったらぜひそういうコメントもお待ちしています。ということで今回は以上。バイバイ。